これより遡ること2年前、海軍本部大将杯、通称赤犬が元帥の座につくと、海軍は攻撃的な性格を強め、過激な海賊討伐作戦を展開していた。日に日に勢いを増す海軍の攻勢に、各地の海賊団は壊滅の危機に追い込まれ、ある者は大規模な海賊団に保護を求め、またある者は他の海賊団と同盟を結んで、生き残りをかけた必死の対応を取った。結果、各地に海賊同盟が乱立し、激しい縄張り争いが勃発。世はまさに海賊たちによる群雄割拠の時代となっていた。モンキー・ディ・ルフィ率いる麦わらの一味もまた、海軍の海賊討伐の影響を受けて、新世界の海で海軍中将スモーカーの厳しい追跡を受けていた。それでもルフィたちは誰に頼ることもなく、ただ冒険心に胸を躍らせて海を突き進むのだった。まだ海軍の奴ら追いかけてきてんのか。今日はいつもより速度を上げてきてる。このままじゃ海軍船に追いつかれるぞ。じゃあいっそ戦って沈めるか。船長命令なら依存はねえが。やめなさいよ。海軍相手に戦争でも始めるつもり。でもこのままじゃ追いつかれちまうぞ。おい、陸が見えたぞ。見るからにやべえ雰囲気の島だが。本当だ、島全体が燃えてるみてえだ。おい、今はそれどころじゃねえだろ。問題は海軍だ。もう海の上じゃ逃げ切れねえ。じゃあ、あの島に上陸するしかねえな。揺らさねえ。海軍のやつら動きが早い。もう回り込んでやがる。倒して進むしかない。Yeah!
海賊どもは攻撃始めろ。ゴムゴムのじゃねえか。スモーカー、てめえの正義にかけて俺を逃がさねえ。てめえ悪霊のスモーカーから逃げられると思うんじゃねえぞ。あのやつ捕まってねえだろうな。ゴムのジャストピストル。
じ。とにかく建物の陰に隠れていよう。よっ、はっ、油断したかよ。だが絶対逃がさねえぞ。今のうちに俺も逃げよう。じゃあな、ケムリン。ダイヤルか？お宝はなさそうね。残念。こっちにもダイヤルがあるぞ。ここにも。あ、あれ？ん？なんだこりゃ。おい、なんか出てるぞ。大丈夫なのか？急に攻めてきやがって俺たちの船も奪われちまったぜ。俺もが一時休戦だ。船守んのが先だ。お前の船まで突っ走るぞ。なんでお前が命令すんだ。行ってこい。すぐ振り抜けんぞ。
する気がしねえ。敵は全部俺がぶっ倒してやる。妙に強気。あんなの嘘っぺらしくない。もう私手当たり次第食っちゃいたい気分です。ゴムゴムの敵を見つけた。倒すもんだろうなよ。なんて強さだ。化け物かこいつら。次に殺されてえのは誰だ。ゴゴムの。おい、ナミ。相手が悪かったぜ。他に敵を探すか。勝てん。お前をぶっ倒してやる。覚悟しやがれ。Yeah!
はついたけどよ、あいつらどうすりゃいいんだ。船が無事で何よりだ。麦わらたちを引っ捕らえろ。しまった、あんたたち最初からサニー号が狙いだったのね。悪いがそういうことだ。足がねえと仕事にならねえんでな。ああそうだ、麦わらのルフィとその一味一名の身柄を確保してる。おいテムリン、味方みてえなふりして捕まえるなんて汚ねえぞ。黙ってろ海賊、スモーカ中将は電電虫でお話し中だ。何、こっちは海兵と軍艦を失ってんだ。島を調べねえと何もわからねえだろ。おい誰と喧嘩してんだケムリン。おい、やめときなさいよルフィ、どうせ聞いてないわ。分かった、ひとまず島は離れる。どうせ今の戦力じゃ大したことはできねえ。さっさと増援をよこすよ上に。分かったな。ガチャ中将出航ですかい。ああすぐに出せ。おかしな船だが動かすくらいはできるだろう。え、ちょっと島を離れちゃうの。待てよ、あの島にはまだ俺たちの仲間がいるんだ。ああその仲間から逃げ出してきたのは誰だ。それに自分が置かれてる状況を分かってねえらしい。とっ捕まった海賊の分際で海兵の俺に指図するな。こんにゃろ、クソ、どうすりゃいいんだ。